無理なく無駄なく理解学習を使って宅検合格に導くレトスの小野です今日は試験日前までに抑えておくべき手付金額の制限と手付金等保全措置の関連性について問題を使って解説していきます多くの方が理解できていないために本試験の引っ掛け問題で引っかかってしまいます 絶対に押さえておくべき内容なので、もし試験に出た場合は絶対得点しましょう。それでは問題に入っていきます。続けて問題を3問出しますんで、違反するのかしないのか、また、丸なのか×なのか、わかるようにメモを取るか覚えておいていただければと思います。それでは問い1です。宅地建物取引業者 A が自ら売り主となり、宅地建物取引業者でない B と建物の売買契約を締結しようとする場合に関して、 A が B から受け取る手付金の額が売買代金の2割を超えるときその手付金について手付金等の保全措置を講じたこの問題文は宅建業法に違反するかそれともしないか少し考えてみてくださいきっちり理解している方だったら、まあ、すぐに答えはわかると思いますでは問い2です宅建業者 A 社が自ら3000万円の宅地の売り主となり 宅建業者でない飼い主に対して売却する場合、手付金等の保全措置を講じれば、宅地の引き渡し前に手付金として900万円を受領することができる、丸か罰かという問題です。まあ、これも基本的な内容ですね。それでは問いさんです。宅地建物取引業者 A 社が自ら売り主として、飼い主 B との間で締結した売買契約に関して、A は 宅地建物取引業者でない B との間で建築工事完了前の建物を5000万円で販売する契約を締結し手付金等の保全措置を講じずに200万円を手付金として受領した違反するかそれともしないかまあ内容的にはそれほど難しくありませんのでまあ理解している方であれば3問すべてすぐに答え導けると思いますでは問い1の回答です問い1は違反するですね で、問いには罰が正しいです。で、問い3は違反しないが正しいです。どうでしたでしょうか全問正解だった方は理解していると思います。もし1問でも間違えた方は理解できていないので、これからお話しする内容が理解学習なので、ぜひこの動画で理解をしていただければと思います。で、まずは考え方をお伝えします。手付金額の制限と手付金等の保全措置は別々に考えるっていうことが重要なんですね。 これどういうことかというと、例えば道路交通法違反を考えてみるとすごくわかりやすいです。時速40キロ制限の道路がありました。そこで時速100キロで走行し、赤信号だったから停止線手前で止まりました。この場合、道路交通法に違反しているでしょうかしていないでしょうか、まあ、これは道路交通法に違反してますよね。時速40キロ制限の道路で時速100キロで走行しているわけだから、これ違反ですよ。 ただこの問題文では2つのルールがかかってきてるんですね。1つ目のルールは赤信号では停止しなければならないというルールです。でもう1つは時速40キロ制限なんで40キロ以内で走行しなければならないと。まあ、この2つのルールがかかってきてるんですけれども今回は赤信号で停止しなければならないというルールは違反してないんですよ。きちんと停止してますよね。なので、 赤信号を無視したわけじゃないから、こちらのルールは違反していません。一方で、時速40キロ制限の道路で、時速100キロで走行した、こっちの方が違反じゃないですか。つまり、別々に考えて、一つでも違反があれば、それは違反になるということです。これは、宅建業法でも一緒です。手付金額の制限、手付金等の保全措置、どちらか一方でも違反すれば、もうそれは宅建業法に違反する。 これが重要な考え方なので、問題を解く上で、一つ一つ別々に考えていきましょう。そうすれば答えは導けます。で、今回、問1から問3、すべて売り主は宅建業者で、買い主は宅建業者ではありません。そのため、ハッシュ制限が適用されます。つまり、手付金額の制限と、手付金等保全措置。まあ、二つとも考えなければいけないということですね。では、問1からいきます。A が B から受け取る手付金の額が、 売買代金の2割を超えるとき、その手付金について手付金等の保全措置を講じた。これが宅金業法に違反するか、それともしないかっていう話なんですけども、一つ一つ考えていきましょう。まず、この赤文字の部分、これは手付金額の制限の話です。青文字の部分、これは手付金等保全措置の部分です。で、青文字の部分については手付金について手付金等の保全措置を講じたと書いてあるわけだから、まあ、これ違反しないのは当然じゃないですか。 じゃあ、赤文字の手付金額の制限の部分を見ると、手付金の額が売買代金の2割を超えるときって書いてあるんですよ。手付金額の制限のルールでは、手付金は代金の2割を超えてはいけませんよね。で、今回は超えちゃっているわけだから、宅金業法に違反するっていうことになります。難しくないですよね。問いにも同じように考えていきます。手付金等保全措置を講じれば、 宅地の引き渡し前に手付金として900万円を受領することができる丸かバツかです。で、これも手付金等の保全措置を講じればって書いてあるわけだから、まあ、手付金等保全措置には違反しないことはわかります。じゃあ、手付金額の制限、これが違反するかを考えます。今回代金は3000万円です。3000万円の2割っていうのは600万円ですね。つまり手付金は600万円を超えちゃダメだよっていう話です。 で今回の問題では、手付金として900万円を受領することができる、丸か罰か。なので、これはできません。スですよね。最大でも600万円しか受領することはできません。だからツです。では、問さんです。問さんは、建築工事完了前の建物を5000万円で販売する契約を締結し、手付金等保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領したと書いてあります。 まず、手付金等保全措置に講じなかった、これは違反するかしないかを考えてみましょう。建築工事完了前って書いてあるので、これは未完成物件ですよね。未完成物件の場合、代金の5%を超えるとき、または1000万円を超えるとき、保全措置が必要となります。で、今回の問題では、代金は5000万円です。5000万円の5%、これは250万円ですよね。 ま、代金5000万円の10%は500万円なので、その半分5%は250万円と考えていただくと分かりやすいと思います。で、今回受領するこの手付金は代金の5%超えてないですよね。また1000万円も超えていません。なので手付金等の保全措置は講じなくてもいいですよね。なので手付金等保全措置のルールは違反しません。じゃあ、手付金額の制限に違反するかを次に考えます。 手付金額の制限は代金の2割を超えて受領しちゃダメだよっていうルールですよね。今回代金は5000万円。5000万円の2割は1000万円ですね。1000万円を超えて手付金を受領することはいけません。今回手付金は200万円しか受領しないので手付金額の制限にも違反していません。よってこの問題は手付金等保全措置にも違反してないし手付金額の制限にも違反してないから違反しないというのが答えになります。 多くの方が手付金額の制限のルールも分かってるし、また手付金等保全措置のルールも分かってるんです。でも、こういった問題になると解けないっていうのは、ちゃんと理解ができていないからなんですね。今言ったように別々に考えて違反するかどうかを考えれば答え導けるじゃないですか。これが理解学習です。つまり答えを導くための考え方が重要だっていう話なんですよね。今回は手付金額の制限と手付金等保全措置だけでしたけども、 卓形試験の範囲内で言うと、こういった考え方が重要な部分、理解をしなければいけない部分、たくさんありますんで、こういう勉強をぜひ行っていきましょう。もう試験まで残りちょっとしかないので、今回の部分については、取材したら必ず解けるように、まあ、過去問なり復習していただいて、対策していただければと思います。もし勉強の仕方がわからないとか、今やっている勉強の仕方がどうなのか、 間違ってるのか、それで実力が出るのか出ないのか、相談したい方はお気軽に私にメールいただければと思います。この動画の下の概要欄に無料相談できる問い合わせページ URL 貼っておきますので、そちらからお気軽にメールいただければと思います。また、来年の卓建合格を目指すための個別指導も開講させていただきました。今年の試験じゃなくて、もう来年の試験を目指すといった方もいると思います。そういった方は弊社レトスの個別指導、ご検討いただければと思います。 個別指導の概要についてもこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますのでそちらから内容をご確認ください個別指導についてご不明な点がある方は直接私にメールしていただいても構いません卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょうレトスの小野でした